こんにちは。昭和40年代生まれの皆様、ロスジェネ世代の皆様、今日もね、昭和40年代男の今日はスピンオフを始めますね。今日届いたのはすごいですよ。懐かし自販機でございます。昔懐かしいね、テーマパークレジャーランドにはこんな自販機がありましたよね。例えば今でもあるうどんそばの自販機、トーストの自動販売機、これは何、ラーメンの自動販売機、懐かしい味噌汁の自動販売機ってのもありますよ、これというね、懐かしい日本のノスタルジーな自動販売機を特集した本がこちらでございますね。これヤフオクで買いました。安かった。これは面白そうだね。こうやって自動販売機の中身がこうやってね、図解で解説されてます。こうやって手で入れてるんですよね、当たり前だけど。はい、他にもね、こういったナルト、今ラーメンにナルトってなんか見ないですね、全然ね。一風堂にナルトってありましたっけ。あ、これハンバーガーの自動販売機だ。これを見ることはもうほとんどないですね。懐かしいな、これ見たらね、買っちゃいますね。でもね、こういうふうな、ちょっとまあ割高でちっちゃくて美味しいかって言われたらあんま美味しくないんですけども、でも懐かしの味っていうかね、憧れの味ですよね。お、トーストサンドの自販機だ。こういうのがやっぱりいろんなね、自販機がこうできてたっていうのが昭和の高度経済成長期、うん、そんな時代だったかなと思わせますよね。カレーライスの自販機、お弁当の自販機やろ、お弁当の自販機すごいですね。あ、埼玉、群馬、茨城にあるみたいですよ。これ地図があるんで、どこにあるかなっていうのでも載ってますね。へえ、こう群馬のここにあるよっていうのとかね、載ってますね。阿久津ベンディング、おお、中国地区ないかな。近畿の懐かし自販機の聖地、ドライブインだるま、京都府舞鶴市、ああ、あるみたいですよ。徳島県阿波市にもコインスナック5所24ってのがあります。秋田県秋田市佐原商店っていうね、昔ながらのスーパーにもまだあると。日本全国あるかもしれないな。あ、島根県増田、島根県があるよ。五島商店ってとこですよ。お近くの方行ってみたらどうですか、島根。うん、いいっすね。あ、山口岩国、これはね、広島にいた時結構ね行ったんですよ、うん、島根県津和野にもあるね。シルクウェイ日原、日原か、懐かしいな、うん、という風なね、ノスタルジーに浸れる一冊でございます。よろしかったら検索して買ってください。